そのトイレの前に弟が座り込んで、人がいるって指差してどうも、島田修平です。始まりました、島田修平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ皆さんもお待ちかね、またこの方来てくださいましたえ。墓石クソ丸黒メガネ野郎でお願いいたします。<laughs> どこいじってんの <laughs> 墓石一旦置いといて、梅木も消えてるし、なんでその一本目の鳥の時はスルーしたことを言すみません。<laughs> なんかごめんなさい、本当に。なんか僕も言い慣れてない、なんかそういう、なんかちょっと、ことでちょっと。くそ丸、はい、メガネいや、<laughs> すみません。春風亭翔太師匠。いや,いや、言いにくい。そういう、クソ言うてたことになりますから。いや、それは違いますけども、ね。でしょはい。 素晴らしい会談たくさんねあのお、はい、持ちでしてあの話術も素晴らしいですはい、えー、youtube チャンネルそうですね、はい、ハニトラウメキの水曜日の会談というチャンネルやっておりますよろしくお願いします、はい、ぜひ本当にね僕はこうやってでなんか追い込んでしまったりとか 新郎、ね、もねっていうところあると思います、はい、なんかもうすごい大変な思いをされてしまいましたがなんかそれでかわいそうだとかあなんか梅木さん頑張れって方 <laughs> ぜひあのチャンネル登録という形で応援していただきたいと思いますそんんな僕は悪いんですこもったチャンネル登録見たことないですよほん <laughs> いやでも見てもらったらわかると思いますけど僕自分のチャンネルの時はこんな汗かいてないんですよ本当に。 そう、なんかもう皆さんがね、たくさん汗かくようなね、コメントもたくさんね、こうしてあげたりとかですね。はい。と、皆さんで。はい。ちょっと。はい。盛り上げていただきたいと思います。俺はコメントから逃げないぞ。ああ、来ーいや、ちょっと。早はだう、階かしてよ、もう、これさっきより長くなりまして。じゃ、あ概要欄貼っておきますんで、詳しくはよろしくお願いします。はい、皆さん、チャンネル登録とグッドボタン、本当によろしくお願いいたします。お願いします。 そして今回は割とこうボリューミーというかそうです長尺のお話らしいんですけどもどの話なんですか、はい、これも島田さんが審査員をされてたタックさんのですね t 1グランプリの決勝の決勝ですねはははい、はいはい,はい、はい、であの4分で話した話なんですけどもこれ本当はめちゃくちゃらはしょってるんですけどえとんでもない本当はなんかね話というかいまだに続いてるちょっとお話なんですよ。 じゃ相当短くしてたんですね。あれを本当に一部分だけを切り抜いたに等しい状態ですね。全体を聞くと気持ち的には逆にこう重くなるぐらいのちょっと残ってしまうんじゃないかなと思いますけど。ちょっとじゃあ皆さんも、はい、え今回心してはい、はい、一緒に聞いていただきたいと思います。はい梅木さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。<noise> はいえーまあ、この話はですねちょっとねあの t 1グランプの時はオチで、えー、自分の家の話っていうことが分かるという構成だったんですけどもう今回はねもう僕の家の話ということを先にお伝えしてちょっと皆さんには聞いていただきたいと思いますでこの話っていうのがね本当に一番最初は僕がやってるラジオ配信のアプリがあるんですよ、はい、そこに僕の母親がコメントしてきたことから始まるんですよね、うん、で僕自身今まで会談ををやってたっててたことを 母には話しなかったんですよ。それをまあ、なんかツイッターを最近始めたみたいで、その気がついてラジオアプリを聞きに来た。だから僕が会談やってるもんやから、あ、実は私も自分のこの家族に関わることで経験したことがあるよって言ってくれたんですよね。うん、で、まあ、いわゆるその後の話っていうのは、 僕がこう何回かに分けてやっとこう全容を聞いたお話なんです。で、まあことの発端っていうのが、まあ僕の母はまあ京子っていうんですけど、まあその京子ちゃんがですね、<laughs> え小学校5年生ぐらいの時に一番最初経験したんです。当時その京子ちゃんっていうのがですね、僕の母ですね。はいえー、まあ 5人家族で住んでた。お父さん、お母さん。で、僕の、まあ、母親、きょうちゃんと、えー、妹、弟。この5人で住んでたんです。で、まあ、めちゃくちゃ貧しい育ちだったので、まあ、未だになかなかないんですけど、めちゃくちゃ古い、この文化住宅と言われる、もう、純和風のアパート。 みたいなところに住んでた。で、そこっていうのがね、1階と2階に分かれてるんですけども、うち廊下になっててですね、はい、共同のトイレ、共同のお風呂、共同の調理場という、もう本当は家族で住むようなちょっと条件ではないような場所だったんです。で、そこ自体もやっぱり光が入り込まない暗いこの文化住宅やって、だからうち廊下やから、なおさら夜なんかはね、豆電球だけがついて、まあ、トイレ行くのも怖いな、みたいな場所なんです。で、まあ、 一階二階と分かれてるんですけど、まあ、全部で10世帯ぐらい住まれてるんですよね。で、ある明け方です。はい、叫び声が聞くんですよね。ギャーっていう叫び声を聞いて、バッと、まあ、この京ちゃん目を覚ますわけです。やっぱり叫び声気になるもんですから、ちょっと見に行こうかなと思う。どうやら、どこか廊下なのか、この文化住宅のどっかの場所から、 聞こえてきた。うん、で、その後の話し声もなんとなく聞こえるから、なんか人が集まってる感じがわかる。まあ一人で行くの怖いなと思って周り見るけど、まあお父さんお母さんも。で、ね、妹も弟も寝てる。まあ一人で行くしかないな。のそっと起きて、カラカラっとこう、引き戸開けて廊下に出た。で、ばーっと歩いて行って、トントントンと階段降りて、え、一階にある共同トイレの前、ばっと見た瞬間に人だかりができてる。住人が何人か集まってるんですよ。ばっと思ってる。 何やろうななんかみんなが騒ぎになって喋ってる。えと思ってその人の間からこうやって覗き込んでいくと、なんか毛布の塊みたいなのがこう横たわってるらしい。はい、トイレの前に刺さる。なんだろうあれと思ってこうやって見てたら、あ、今日じゃん見たらあかんっていうことを言うと。はい。見ちゃあかんとは言われるもののもうその瞬間には目に入ってた。その毛布っていうのは人が包まれてて、その毛布の上からナイフがぶっすりと刺さってて<え>血が滲んでる。死んでるんじゃない。 で、そのまんまそこの、まあ、周りのおばあちゃんに連れられて、あんた見てあかんねんってって部屋に戻された。まあ、戻されたものの、その後結局ね、家族であったり噂を聞いて、どうやら1階に住んでる塗装屋のお父さんがいるんですよ。そのお父さんが、まあ、トラブルの末刺されて亡くなったと。はい、これはまあ、警察に届けも出てるんで、まあ、事件だったと。ということは分かったと。 で、それが起こって以来、そのアパートっていうのは妙な噂が立つようになるんですね。というのも、その塗装屋さんのお父さんが、出るって言うんです。うん、一番初めにその亡くなったはずの人を見たっていうのが1階に住んでる、まあ、とある青年らしいんですね。で、それ、お話をね、京ちゃんがその方からなんかこう、まあ、 噂も相まってこう聞いた話なんですけど、夜中にまあトイレ催したんで、カラッと廊下に出てトトトッと歩いていった。で、共同のトイレっていうのがまあ普段使われてない時は電気も消されてて真っ暗。わあ気持ち悪いなとは思ってたものの、特に人も亡くなった後やから嫌やなと思いながらも、スッと中に入ってパッチッと電気つけた。ピカピカピカっと点滅して、まあ蛍光灯がパッてつくって。その瞬間何も感じなかった。便器、前に立って用を足していると、 さっきはなかった人の気配がするって。それも真横。自分の目の端に入るか入らないか。あれいや、当然いなかったよな。え、誰か俺の横で用足してたいや、いないはず、見逃したいろんなことを頭の中でぐる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 巡らせながら、ちょっと体を引いてみると、男の人が立ってんのがわかる。<laughs> で、その輪郭っていうのが、もう自分の中ではっきりと記憶してる。あれこれ。トソヤのお父さんと同じ輪郭じゃないこの鼻の感じ見たことあるよ。 その瞬間さーっと血の毛が引いた。でもなぜかここに気がついてバッと見てしまったら向こうにも認識される気がして、まあ、まるで気がついてないかのように用を足して、ささっと手を洗ってバッと廊下に飛び出て走っていったってい。はい でもやっぱり気づかれてたみたいなんですよね。後ろからドストストストスと重い音が追いかけてくる。ああ、この音覚えてるいつも塗装屋のお父さんが廊下歩くときのあのうるさい音はドストストストス。後ろまで迫ってきてるやん。わっと思いながら、チャッと後ろ振り返ったら、塗装屋のお父さんがわーっと首を振りながら、声を出してんのか出してないのか、口をばーっと開けたままドストストスス追いかけてくる。え もう生きてた時の様子をこう狂わせたかのような感じで迫ってくるやん。えと思いながら必死に自分の部屋にカラッと開けて逃げ込んでパッとすぐ閉めたって言うんですよ。引き戸開けて入って閉めた瞬間、そのドスドスという足音もお父さんが口開けてあーって声を出してる様も何にもわからなくなって音も消えた。はぁ、あ。あれまあ、ルールはわからんけども、この部屋の中に入ったら守られてんのかな大丈夫なんかな 最初はその青年それでよかったんですけど、時間が経つごとに、いやでもこれ外に出たらまたあのお父さんがいるかもしれん。俺今閉じ込められてるみたいな感じじゃない。いやなんかそう考えたら嫌な気持ちになってきた。いつ入ってくるかもわからんしっていうことを考えると、いても立ってもいられなくなった。まあ幸い一回なんで、窓を開けて外に転がり出たら、まあ逃げ出せると。うんうん、まあ自分耐えれなくなって、じゃあ外に出ようって思ったらしいんですね。でまあ夜中、 ね、部屋の電気がついてる中、その窓にバッと手をかけて出ようとした瞬間、はっ,って思った。外が暗くて中明るいんで、まあ、窓っていうのはガラスで鏡みたいになってるんですよね。その瞬間、その鏡に自分の顔が映ったんですけど、その横に塗装屋さんのお父さんが立ってるって言うんです。ーうわと思ったら、その塗装屋さんのお父さんは手を伸ばして、その青年の耳を塞いでるんです。え えっと思って、うわっと思って、必死に逃れようと思って首を振ったらその手がパッと外れたように見えた。その瞬間、あーっていう声がまた聞こえ出した。あのお父さんが耳を塞いでたから俺聞こえなかったんや。ずっとおったんや。もうそれでパニックになってドアを無理やり開けて窓からゴロゴロと転がり落ちて。 で、まあ、青年やっぱりそれショックだったんでしょうね。うん、その後、精神的にこうなんか、どん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 弱っていって、結局、なぜかこう屋根の上から飛び降りて自殺を図って、まあ、これ未遂に終わるんですけど、入院してしまうんですよ。で、それからというものを、 その塗装屋さんのお父さんの幽霊を見たっていう人がどん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 不幸になっていくんです。えー、例えば別の家族の方はその姿を見たって言った後交通事故にあって、まあ、入院を余儀なくされてしまう。で別の方は見たって言ってから、まあ、これは本当に大きな行動を起こしたわけじゃないんですけど精神的に病んで病院に入院されてしまう。で別の方は部屋で首吊りを図った。 で、極めつけはね、この塗装屋さんの家族に、まあ、弟、お兄ちゃん、まあ、ね、残されたお母さんと、3人いたんですけど、このお兄ちゃんが自分のお父さんを見たって言い出すんですよ。<ー>それから数日後、弟と喧嘩して、弟のことを刺し殺しちゃうで。<ー>で、それをくに、お兄ちゃんも首をつって亡くなっちゃうんです。で、家族、自分以外全員亡くなってしまった、そのお母さんは、それ、 以来まあ、やっぱり、ちょっと、精神を壊されてしまって入院しちゃうんですよね。でまあ、とにかくその、お父さんのお父さんを見たら、皆さん不幸な、もうとんでもない不幸に落とし入れられてしまうっていうことがもうその、住宅内で広がっていくと。で、当然ですけどね、あの、僕の母である京ちゃんも、それを聞くともうそこには行きたくないと思ったそうなんですね。まあ、当然ですよ。なんですけど、 まあお金がないから引っ越せない。心の中でずっと焦りが募ってたって。早く引っ越さないとこれ悪いこと起こるんじゃないかな。でもお金ないし、でもお父さんとお母さんにお願いしても無理やし、どうしようって思ってたある日です。また朝にギャーという声を聞くんです。わっと思ってバッと体を起こした。またあの時のあの塗装屋さんが亡くなった時と同じような状況やまた誰かなくなったん。でも気になってやっぱり見に行きたくてしょうがない。でも一人で行くの怖いな。 お父さんってみたな寝てるね、お母さんね、寝てるなって。妹も寝てるって。音、弟が布団の中にいないんですその瞬間、ばッっとこう、汗が吹き出た。うん、これ危ないと思って、ばッっと廊下に飛び出て、1階のその共同のトイレに行ったら、そのトイレの前に弟が座り込んで、塗装屋のおっちゃんがいるって指さして。 ついに自分の弟が見てしまった。あんたは見てないって言いながら自分の弟をこうって引きずって自分の部屋まで帰った。まあね、子供ですからそんなことがあったとしても当然学校には行かないとダメですよね。学校に行ってまあ気になりながらもう大丈夫かなと思って帰ってきたら、一、えー、階に降りる階段の前に人がまたいっぱい集まってる。その中には自分の母もいた。その母座り込んでる。見たら手に弟を抱え込んでるんで。え 話を聞くと、弟は2階の階段から滑り落ちて頭を打って、今倒れてしまってると。で、結局これ病院に運ばれるんですね。で、これ1名取り留めるんですけど、その怪我が元で、弟うまく喋れなくなってしまって、で、何回も入院を繰り返してるうちに、結局弟も1年後亡くなっちゃうんですよ。これが、この T 版で僕がお話した、 僕の母から聞いた自分の弟が亡くなる呪いの話なんです。ただ、呪いってこれで終わりじゃなかったんですよね。これから、まあ、自分の母である京ちゃんですね。成長していって中学生になるんですよね。で、まあ、中学生になって、まあ、当然その事件のことも覚えてるけども、うー家自体も引っ越して別のところで暮らしてるんですよ。なんですけど、まあ、心の中にずっとその、 まあ当然弟のことですし、あの住宅のことは頭から離れなかった。で、そうしてる日のある時ですよね、その、お母さんが妙なことを言い出すって。まあもともと家が貧しかったのもあって、めちゃくちゃ厳しく育てられて贅沢もできなくて苦しい日々やったんですけど、ある時急に、今日は外食でもしようか、みたいな。そんなこと言うことって全然なかったのに、外食でもしようかって言い出すで、 外食に行く。いつもなら本当にもう一品だけやぞみたいなことを言われるのは今日は好きなもん何んでも食べていいぞみたいな。お腹いっぱいになって帰って行って。で、また自宅に戻って。で、まあ貧しいのが原因だったのか、まあお父さんとお母さんの喧嘩をめちゃくちゃ耐えなかったそうで、その日の夜もめちゃくちゃ喧嘩になったそうなんですよ。で、もうお前らがおったら俺寝ることもできねえ。お前ら出て行ってこいや。お前ちょっと寝てる間ぐらいさ、みたいなことを言われて、 夜中ですよ。1時、2時ぐらいに、そのお母さんと、まあ、京ちゃんと妹の3人は家を出るんですよ。はい。で、当然子供ながらね、中学生と不安じゃないですか。これどこ行くのったら言うんですよね。お母さんが。いや、あのー、ちょっと話してるところの友達のとこがあるから、そこに泊まらせてもらおう。 そんな話今まで一回も聞いたことない。そんな仲いい人やったら今までもよく顔見知りであったり、こう何回も会ってるはずなのに、そんなこと一切言わない。<laughs> そう言われながらでも友達の家があるからつって、あの川沿い歩いていくんですよ。で、バーって歩いていったら、まあそこって近くに墓地があるんですよね。はい、その墓地っていうのが見覚えがあるな。その墓地にある近くのアパートなんですよ。あれ これ昔私たちが住んでたあの弟が亡くなったアパートやん。えいやそこは正直記憶にも残ってるし二度とそんなとこ住みたくないと思ってたけども、まあ自分の母がここだったら友達がいて止めてくれるからって言ってぐいぐい進んでいくからついていかざるを得ない。いや嫌なこといっぱい思い出すここ行きたくないのになって思いながらその中の一階のある一室をキーって開けて入っていくって言うんですよ。友達がいるって聞いてたのにドアを開けても真っ暗で誰もいない。 なんでドア、これ開いてんねやろって思いながらこの引き戸聞いてあげて、入っていく。まあ、ついていかざるを得ないから、まあ、自分も妹と並んで入っていくって。真っ暗なこの部屋。畳がある。そこでお母さんがいて、ごめんね、今日はちょっと止めてもらうよ。っえって。誰に言ってんねやろああ、よかったわ、止めてくれるって。って え、誰と喋ってんのお母さん全然声なんか聞こえへんけど。でももうそ,のそもそもそもそこに行くまでのこの思い出であるとか、えー、まあ自分の父親が怒ってる様子からも何も言い出せなかったって言うんですもしかしたら自分のお母さんもおかしくなってんのかもしれんけど、もう何も言えとにかく一晩今日はここで寝ようと思った。で、真っ暗な電気の、まあ本当に畳の本当に狭い部屋、3人で体寄せ合って雑魚寝したって言うんですよ。はい、で、 これ多分朝になったのがどの順番に気づいたかわからんけど、なんかとにかく覚えてるのはカラスの声がめちゃくちゃ聞こえてきたって言うんですよ。わ、うん、ーってうるさくて。で、あってなんやうるさいの、ね、もう朝なったんやって思ったら、急に目に光が差し込んできたって言うんですよ。え、こんなに光入ってきたんあまあ朝日なんかなと思って、パって目を開けて周り見渡したら、アパートの部屋じゃないんですよ。え、え、え、墓地のど真ん中にいるんですって。えー、え え、私も、まあ、妹も、おかんも、いや、アパートで昨日寝たよな。起きたら、墓地の真ん中で3人で寝てたって言うんです。で、何事もなかったかのように、そのおかんは、そのまま、じゃあもう朝になったから帰ろうかって言って帰るって。もう狐につままれたというか、もうどう表現していいかわからんまま、パニックのままついて家に帰っていった。 で、その時のことを覚えてたって言うんですね。こ、はい、の母なんでこれはあの、分けってお話を聞いてるんで、これ本当に断片的になっていってるんですけど、えー、この時のことを、まあ、母覚えてた。で、大人になってから、なんとなく自分のお母さんに聞いたんですって。そんなことあったよな、寝たら墓で寝てたこと。ああ、よう覚えてるなあて。あの時さ、あんたには言わんかったけど、もう、うちもお父ちゃんももう喧嘩ばかりでしんどかったから、 あんたら二人のことを殺そうと思ってたんや。だから最後に外食させてあげてあ、それでお腹いっぱいになったら、まあそのアパートかどっかでみんな寝てる間に二人とも殺して侵入しようと思ってたんよそしたら私も寝てもうてな、って言って。なんでそんなことで笑えるのかわからんけど、あはははって、もうなんか高らかに笑ってる。いや、あれ、あの、うちの母に、おかん殺されそうになったんやで、ね、みたいなことを言ってたんですよ。で、 ここでまた一個話が終わるんですよ。で、また別のことに言うと、この、まあ、僕のお母さんを殺そうとした母親ですよね。僕のおばあちゃん。<laughs> 僕の記憶では、ものすごい変な人なんです。うん、ってというのを僕、いとこに、まあ、女の子、男の子の子の、まあ、兄弟がいたんですけど、僕未だに覚えてるんですよね。自分はほとんど、 そのおばあちゃん、おじいちゃんと僕の三人で暮らしてて、お母さんもちょっといろいろ仕事でなかなか帰ってこれなくて。で、そこによくいとこのその兄弟が遊びに来てたんですけど、断るごとになんですけど、その兄弟の耳元でおばあちゃん言うんですよね。お前生まれてこの方が良かったよな。あんた生まれてきたからかわいそうやな。こんな貧しい家やし、楽しいことなんか一個もないやろ。 で、その子たちっかうがうまく言葉も喋れないところがあったんで、こんなうまく喋れへんかったら、辛いやろうな、生きてても今後一切いいことなんかあらへんで、みたいなことをずっと子供に言うんですよ。小学校行くか行かないかの子供の耳元でずっと言い続けるんですよ。で、ある時僕覚えてるのは、そのおばあちゃんが、あれは何かな、仏壇か何かにすごい、 お祈りみたいな教えの,をしてのを覚えてるんですよ。はい、で、そのお祈りした時に、これで楽になるわ、みたいなことをなんか言ってたんですよ。子供ながらになんか救うためのことやったのかなって、その時は思ってたんですけど、その数日後、その妹と、その、まあお兄ちゃん、その兄弟なんですけど、熱病を患って、まあ二人とも言葉を完全に失っちゃうんです。えー、で、 あの、男の子の方はまあ残念ながらこれ亡くなってしまうんです。でまあ女の子の方はまあ今もまあ生きててまあ僕も未だに会うんですけど。でね、そこをまた断片的にパンパンって続いていって、最近になって僕おばあちゃんに会うんですよ。はい、でまあちょっとボケが入ってるなっていう感じがあって、よくもう私実家に帰りたいわって言うんです。 で、僕のおばあちゃんっていうのはもともと熊本の出身なんですよ。で、僕に向かって、カズナ、カズナ、私も実家のお父さんとお母さんが呼んでるから帰らなあかんのや、っていう。まあでもね、当然。 おばあちゃんのお父さんお母さんがもう亡くなってるんですから。もういや、ボケててもう亡くなってるんやろうけど、でもそんなことはね、理解できへんやろうから。そうやね、まあまあ、なんか機会があったら連れて行ってあげるからね、って言ったら。そう、頼むわ、もう、ね、な、道あんのやったら私できるから、って言って。えー、っと、ここの道がこうやって覚えてる、懐かしいなって、こうやって川沿いがあってね、その川沿いをみんなでバっと歩いて行ったらすぐ着くんよ。川沿いがあって、その先に墓地があって、その横のアパートなんよね、って言って。 あの家族が失われた呪いの家のことを実家って言ってるんですよ。俺、えー、だ、これ、その全部を聞いた時に思ったのが、そう、塗装屋さんの例を見たらみんな不幸になるっていうふうになってたんですけど、まあその例自体なのか何なのかわかんないんですけど、その、 人を不幸にする何かっていうのを、その僕のおばあちゃんが引き継いじゃってんじゃないかなって思うんですよね。結果的に僕のおばあちゃんがそうやってこう、まあ、癌をかけたじゃないですけど、吹き込んでた子供たちも不幸な状態というか、あの、ダメージを負ったりしてますし、 何よりなんでその家に帰りたいって言ってそこを実家だと思ってんのかがわからないんですよ。だから、この、ね、あの、こういうふうな、前もちょっと事故物件で土地に残ってしまったっていう話をしたとは思うんですけど、それと同じで、強い霊体験というか、その何か悪霊的なものにこうさらされた時って、人自身が変わってしまうんだなっていうのを、 家族を持っって思い知ったお話ですありがとうございました。ありがとうございましたというかあの決勝でね4分で話されていた話ですけども、はい、ここまで壮大というかう、ね、しかももうまさにご自身のご家族が大変な思いをしてきたっていう。はいう だから僕も子供の頃からの疑問だったんですよ。なんでうちのばあちゃんってあんなネガティブなんやろうなとか。まあ僕自身も結構言われたんですよ。お前はおかんが働いて面倒見てもらわれへんねんから、かわいそうな子やなって,て。お前は全然愛されてへんわ、みたいな。ほんま偉い親に生まれたもんやな、みたいなことをめっちゃくちゃ言われてて。でも子供ながらに、いや子供にそんなこと言ったらあかんやろっていうのが、まあ自我があったんで僕は大丈夫だったんですけど。<laughs> それをまあいろんなね、親戚の子供に言うのが僕、どうかしてるような、この人って思ってて、それはまあ元々の性格なのかなって思ってたんですけど、大人になって自分が会談を始めて、その、自分の母からその話を聞いて、母自身も殺されそうになったって話を聞くと、いつの間にかそれ、その感情がその、 悪霊と、まあ、入れ替わったのかそれによって変わったのか何かこうもう人ではない感情を持った何かになってしまったんじゃないかなと。いやなんかま,、ね、まあご家族のことなのでちょっとまあとね、あのー、あれなんですけども、まあ、そのおばあちゃんが発していた言葉ですけどもともとそこにあった呪いというものがやっぱりおばあちゃんに入って。 子供に対して生まれてこなければよかったんだっていうのって、はい、これもまさに呪いの言葉じゃないですか。そうですね、本当にその呪いというものが実際にあったとしてそれが自分の体に入ってしまって自分自身が呪いを放つ存在になってしまってたっていうようなこと、うん、でもそれにしてもやっぱこうお母さんをはじめ、はい、皆さん大変でしたね梅木さんもですけど。 でもやっぱり僕自身はその、やっぱり母親がまあ、もっとしっかりしてたというか、まあその破天荒な人なんですけど、うちの母も。なんですけど、なんか、そのちょっとね、自分の意志がしっかりしてるとこがあって、その、ね、おばあちゃんから言ってたそういう言葉を跳ねのけたりとか、お前子供にお前なんてこと言うてんねんみたいなのを言える方やったんで、そのね、僕も救われたとこありますし、 うんなんでしょうけど、本当にでも言うんですよ、お母、僕のお母も、いや、うちの、まあ、お母ちゃんは昔あんな人じゃなかった,った本当に子供のことが大好きで、もうなんやったら子供のことを可愛がりすぎて、例えばお父ちゃんのことをこう、ひどく扱ったりとか、子供にそんな言い方すなっていう、めちゃくちゃ子供に優しくて、まあ、子供目線の正義感をすごい持ってる人やったのに、 いつの間にかああなってしまったんよな、みたいなことを言うんですよね。それがやっぱり塗装屋のおじさんの、まあ、例というかっていうところとちょっとこうタイミング的に合ってしまいますよってくるんですね。塗装屋の、はい、まあ、おじさんが刺されて亡くなったわけですよね。はい、それは誰にっていう。うん、これはね、でも、聞くとでお酒のトラブルを多く抱える方で、その結果のトラブルで刺されたそうなんですけども、<ぁ>ただ、 いろいろ聞いてる、これ、塗装屋のお父さんの霊を見たっていうきっかけなだけで、もしかしたら土地自体が悪かったのかな、みたいなんも、ちょっと考えられるというか。うでもね、その後ね、その霊が現れるようになって、はい、見た方たち、あんなこう不幸福感になっていくっていうと、はいはい、何なんでしょう、その見える人と見えない人の違いっていうのとか。 見えてしまう人は本当に可哀想だよなとかいろいろ考えちゃいますよね。ねこれだから本当にね、いろんな方の見解を聞くとまだ僕も変わってくるんですけど、その塗装屋さんもその最初青年の耳を押さえてたって言ってるじゃないですか。はい、あれってもしかしたら別の何かがその青年に呪いの言葉をかけてるのを、むしろ塗装屋さんが聞くなって言って塞いでくれてたんじゃないかな、みたいな捉え方もできるのかなとか。 だからやっぱりそれを考えたときに言葉を介して何呪いをかける何かがいて。もしかすると、じゃあ本当に今の話でいくと、はい、塗装屋のおじさんというのは、はい、むしろ守ってくれてる側。で自分自身もそこに土地にある何かの大きな呪いによって、うんはい、そういう目に遭ってしまったから、それ以上この被害に遭う人を防ぎたい。だからそのふ何か大きな呪いのようなものが誰かに災いを振りかけようとしたときに 守るために出てき,た出て,きてた。だから結果見えるのは塗装屋のおじさんだから、のそのおじさんが見えた時っていうのは、何か呪いがかかってしまっていた。の,のかもな。から、塗装屋のおじさんが見えるとっていうふうな。つながりになってしまったというか。だけなのかもな、とか。いやー、ちょっとこれだからね、うん、僕やっぱりね、この、 ね、やってるんで、現場も見に行ったんですよね。その後、その場所も見に行ったんですけど、まあ、今ではやっぱりね、場所も変わってて、とてもこう、なんか、そんな雰囲気ではないんですけど、うんまあ、本当に川沿いとでもお墓がある場所なんで、まあ、場所的にはね、あんまり良いとはされてないみたいなんですけど。本当に、まあ、お母様もですけどもね、梅木さんもそうですけどね、はい、なんか、本当にご家族に大変なことがたくさん起きて。はい。 でもね、今こうやってお笑い芸人で、で,ね、でみんなを楽しませるっていうね、なんかそういうふうにね、なんか。そうですね。うん、でも本当会談をしてよかったのは、その母に、いや、今までそういうこといっぱい疑問があったけど、やっぱこんなことって普通話されへんし、まあ信じもせんし、馬鹿にされるけども、 まあお前がそういうのをやって、この話を聞いてくれるってことで、それ自分の思いをこう、もしかしたらこうなんじゃないかなってことを伝えられただけでもやっぱちょっとすっきりしたわっていうのがあったんで、なんかまあ会談を始めたことでね、自分のちょっと母の救いになってたんだなと思うとそれも良かったですけど、確かにその謎とかこうなんじゃないかなっていうのを一人で誰にも喋れないまま抱えて生きていくっていうのもなんか辛かったやろうなというか、 あの、まあ、か、階段の、僕はこれはいいとこ。で、階段だけじゃないんですけど、はい、やっぱり今言ったように抱え込んで、誰にも話せないっていうのは、どん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 辛くなってくると思うんですよね。はい、で、人に話すっていう、話すという言葉の語源は、どうやら手放す。自分から話すっていうとこにつながってくるって聞いて、<ー>すごいしっくりきたんですけど、やっぱりこの、今悩みがある人も、はい、人に話すことで、 何か楽になるかもしれないし、うんで。それが霊的なもので悩んでる人も、ただただ怖い。でもこんなことを人に話したらバカにされるし、そんなあるわけないよって笑われちゃうと思うじゃなくって、うん、こういった怪談だってものを利用して、人にこんなことあるんだって話すことで、うん、自分にもついている霊とか、霊障が手放せることにつながるかもしれないから。そうですね。なんか、まあね、皆さんこうやって梅木さんみたいに怪談を話せる、はい。 そういう立場にいる人じゃないかもしれないけど、周りで階段を聞いてくれるっていうね、うね友達がいたら、どんどんそうやって自分が思った不思議にあったことって話すってことは、自分を守ることになるかもしれないですね。うん、そうですね。やっぱり僕自身もこれを、こうやって階段として話すことで、改めて冷静に見れたりとか、 これを話して、まあ、階段として楽しんでくれる方がいると思うと、あ、まあ、経験したことが悪い面だけじゃないというか、ちょっとこう自分の中で軽くなって、こう、明るい方向に転換はできてるんで、まあ、それはやっぱ階段の良さでもあるなってやっぱ思いますね。はあ、なんかちょっと本当にいろんなこと、はい、考えさせられる。はいそうね、まあ、ただ本当に壮絶な、そうで、ねはい、植木さんのね、はい、もうご家族にまつわる話だったので、はい。本当になんかそんな、 話を披露していただいてありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、ちょっと YouTube チャンネルもね、やられてます,そうです、ね、ので、皆さんぜひお願いいたします。はい。ハニトラ梅キの水曜日の会談というチャンネルです。よろしくお願いします。はい。えー、水曜日以外も上がってるよ。よありがとうござ,ございます。皆さんよろしくお願いいたします。はい、お願いします。概要欄に貼っておきます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。さあ、本当にもうありがとうございました。ありがとうございます。本当に。 ね、<え>たくさん喋らせていただいて。いやいや、ありがとうございました。はい、この後早くお寿司食べましょう。あ,<れ>ありがとうございます。いや、言わんでいいのよ。その、寿司に行きたい感出ちゃってるから。<laughs> そこは焦っちゃダメですよ、そんな。もう、お寿司手前頼んでて。はい、もう、この話終わったらお寿司だっていう。じゃ、出ちゃダメなんですよ。そのもう、だって腰浮かしてるじゃないですか。<laughs> おかしいよ、そんな。終わって寿司ですし、なんで僕の出番の後ギリに寿司来るようなスケジュールにしてるんですか。<laughs> いや、それだから、梅木さんと寿司食いたいからですよ。いや、ありがたいですけど、じゃあ、もっとオープニングを短くせえよ トータルで。いやすいません。んか途中からなんかその墓石も、なんかこう、息のいいサバみたいな風になんか見えてきて、なんかこう、ああ、ピチャ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 ,ャ言ってるなぁ。いやいやいや言ってないわ、ピチャピチャは。それ多分僕の口が言ってるんですよ、<laughs> ピチャピチャ言ってるとしたら。すいません、ありがとうございます。お願いします、はいはい。はい、えと、わけでお寿司屋さんでした。なまさん。違うやろ、お寿司屋さんが急に喋らないでしょ、ここに。板前さんだと思って、違いました。 痛まえがこんな格好してるって誰が食いたいんですかこれ。コンセプト分からんでしょこれ。<laughs> 本当にありがとうございました。もう、もう十分ですんで。いや、分かってんなよ。それ。同じ気持ちです。本当ませんでした。にありがとうございます。ありがとうございます。ゲスト、ハニートラップの梅木さんでした。ありがとうございました。 やるでしょこの皆さんのこの,のピンとくるねやつですよねはい毎回ですねええー、い,い,いえなんか回もうちょっとちょっと何最初の予備動作めちゃくちゃ長いからもう一スイング来るかと思ったらバントじゃないで <laughs> 当てる当てにいくんじゃないっすよトスバッティングじゃなかったっいやいや違う 違うし、そのピンと来るやつじゃなくて、名前を言うとこですから。トスバッティング、時々、五木ひろしっていう。いやいや、そんなギャグあるけどよ。江戸紫が昔やってましたね。やってたね。トスバッティング、時々、五木ひろし。カンカン、えっええええ。カンカン、ええええっていうね。楽しみすぎやろ、その。スーパーボールついや、やってた、やってた。ソフトクリームのやつ。アナウンサーってたソフトクリーム。そんなこと言ったら、ホクホクのォークのことも言いますよ。

持ってくる、持ってくるとは聞いてましたが、今回も持ってきていただいたので。持ってきていますよ、今回。じゃあ、もう早速、すぐにね、階段披露していただける、というね、気持ちだと思いますが、はい。私が大好きな、え、墓石川柳。はい。墓川柳の方はね、これはね、絶対いただきたいんですよ。いや、なんでかっていうとね、うちの美術スタッフ、早川が大好物でございまして。いや、いないやつ。今日いないんですけどもね。いないんだけども、いないんだけども、わざわざ、梅木さん来られるんですよね。 博川流だけどうしても聞きたいんですっていうね、連絡、こう、連絡来たんですよ、俺知らない間に人に呪いかけてたみたいですよね。あの、や、やめさした方がいいですよ。本当違う番組の配信にもコメントできて、博川流お願いしますだけ言ってくるんですよ。川口くんと、僕が二人で生配信とかしてたら、博川流お願いします前説明もないし、流れもないところで言ってるんですよ。<laughs> やめさした方がいいですよ、本当に。<laughs> ほんで今日おらんってどういうことやねん せめておれよ、早川さん、え、梅木さんと川口の生配信見てて。見、はい、てて。コメント打ってきたんですね。急に打ってきて、で、しかも別にそんなはかせんりゅうの話もしてないのに。はかせんりゅうお願いしますっていうのを、四回ぐらい打ち込んでくるの、絶対に見えるようにやってくるんですよ。<laughs> あの人、あの、めちゃいけの美術もやってたっていう、はい、もう、あの、ごりごリのお笑い番組の美術スタッフさんなんですけども。<笑>お笑いねあれだけ、そのね。 現場一流の現場にいたお笑いも分かってる方が、もうそれ打ってきた。ねぐらいだからやっぱこう、聞きたかったってことだと思うんですよ。いや、そうかもしれないですもんね。ですけど、ね、ですから、はい、バラエティーじゃないんですよ。でも、博川流ですから、なんかね、もう何でもポンポン出てくるらしいですよね。た僕が髪の毛パーンって言ったら、そこでこう、休憩を受けるわけですか。はい、え、そうです。は、はいえー、博川流、なんだろう、えー、 おせんこう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 ですかえー、おせん、こう、はい。はかせんりゅう、おせんこう、燃やした灰でくしゃみ出る。おせんこう、燃やした灰でくしゃみ出る。どうもありがとうございます。<laughs> お盆の日。え、続くの <laughs> お盆の日あ。じゃあ行きます。墓川柳。はい。お盆の日。墓参りの道、混んでるよ。<laughs> お盆の日。墓参りの道、混んでるよ。あり,ありがとうございます。ちょっとずらした方がいいですよね。見影石。見影 <laughs> 石。 墓川流、三影絵師、夏の日手をつき、やけどする。<laughs> どうも、ありがとうございます。黒いからね、はい、熱っってなりますもんね。うっかりね、手を置いちゃいますから、<っ>気をつけてくださいね。すごい、皆さんね、こうやって生配信の時にどんどん振ってあげてほしい,い。いや、マジでこれやばいよ。本当に。やってないんですよ、これ、今まで。こんなこと。そうなんですか。そう芸人さんよくある50音みたいな、ないんですよ、その墓。 階段ですから。何でもこのね、髪の毛言ったらそれでこう下の句をこう上げてくれるっていうことはやってなかったですやってないんですよ、それは。そう、バラエティでやってるでしょ、はい、僕、そう、一回もやってないんですよ。一回もや、普通はオーディションの特技に僕が書いて申請して初めて始まるんですよ、こういうの。はい、申請してないにやってはいかん。ね、うぬきさん。はい。今回、長尺の階段を持っていただいてるんですよね。はい、そうです。はい、長尺の。はい。だから本番前に大熊さんの方から、はい。 今回、長尺の階段だから、オープニングすっきりねっていうふうに、はい、もうきつく言われましたよね。はい、もう今、何分回ってるんですか <laughs> 結構回ってるんですよ、もう。15分一緒やないかも、もほぼさっきと <laughs> もう、結局一緒。もう、いや、もうそれやったらもうどっか、切り抜きでここだけ全部並べてくださいオープニングだけも。あオープニングより。<laughs> それだけでももう だいぶ尺ありますハニトラ梅木のオープニング巡り。総集編行きたいですね。いや、ちょっと減りますよ。その階段期待してる人からしたら、大事なとこだけ喋らず。実験としてなんか、ね、それどれぐらいのね、皆さんがね。はい。あの、それ、それの再生さえ回らなければなくなるはず。頼みます。お願いします。なるほど、そち願いだけを集中してやりたい。はい。すみません。はい。